はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はチューハイです。珍しいのが売ってました。直球勝負、ストロング、グレープフルーツ味。これどこで買ったんだっけ？なんか山屋とかで買った気がする。どこだったかな？忘れた。アルコール度数 8% で、果汁が 2.5%、そして糖類が0。で、こういうのに決まって、ね、甘味料が使われてるというね。これ、本当は買いたくなかったんだけど、なんか珍しいブランドだったんで、買っちゃったんです。原材料がグレープフルーツ果汁と醸造アルコールとスピリッツと酸味料と香料とクエン酸ナトリウムと甘味料。となってます。製造者が、富久娘酒造株式会社。どこだ？知らねえ。で、販売者が合同酒製株式会社ですね。オエノングループ。知らねえんだけど。どこの会社だ？わからん。珍しい。グレープフルーツ果汁の、爽やかな味わいが心地よいアルコール分 8% のストロングなチューハイです。直球勝。ネーミングがすごいダサい。んじゃ乾杯。甘味料。そういえば関係ないんですけど、最近ですね、ずっと知らなかったんですけど、アクエリアスってあれ甘味料入ってんだな。っていうのを最近知りました。でね、個人的に多分ね、ポカリスエットは入ってないんじゃないかな。うん、俺ポカリスエットの方が好きなんですけどね。ポカリスエットはね、風の日にいいですね。風の日。ポカリスエットは多分、いいですよ。俺はアクエリアスよりは、ポカリスエット派なんで。ポカリスエット。違う、ポカリ。ただ問題としてポカリスエットって2リットルのやつが売ってないんだよな。なんか知らんけど 1.5 リットルのやつしか売ってないんだよね。で、アクエリアスが2リットルのやつが売ってて、安いから、つい買っちゃうんだけど。で、俺ポカリスエットのね、好きなのがね、ポカリスエットの、イオンウォーターっていう薄いポカリみたいなやつね。これが好きなんですけど。うん。全然ほとんど甘くないんで好きなんですけど。あ、やっぱりポカリセットは入ってないですね。甘味料ね。やっぱポカリだな。でも2リットルのやつが売ってないからな。あ、でも2リットルのやつ一応あるんだね。俺の地域にはなんか 1.5 しか売ってない気がする。2リットルのやつ俺見たことないんだけど。イオンウォーター美味しいんだよ。うん。で、イオンウォーター甘味料使われてんない、使われてんのかよ。マジか。なんかイオンウォーターは、甘くなくて、美味しいんだけど、
あれ。あれ？イオンウォーターって甘味料使われてたんだ。知らなかったな。普通に、使われてないと思って飲んでたけど。だって全然甘くないからさ。あ、そうだったんだ。まあ、ポカリスエットの方は使われてないんですね。甘味料はね。まあ、甘味料って体に悪いらしいですからね。あんまり飲まないに越したことはない。甘い。甘いっていうか、この甘味料のこの味。どぎついですな。非常にどぎつい、この甘味料の甘さ。なんか、上って感じだ。上って、この後味がなんか、上ってくる。なんか。なんか最近っていうか、ニコニコ動画の方にあげる予定なんですけども、プレステ2の電池交換を昨日したんですけど、今日したんですけど、その時に電池が爆発してですね、目に入ったんで、それでちょっと目がね、今、目が、なんかおかしいんだよな。目が視力が一気になんかその時点、今現在落ちてる。目がなんかゴロゴロするんだよ。ぼやけるんだよね。やっぱ左目がなんかおかしいんだな。ああもう左目マジでやべえな。目薬さしてなんかやっぱゴロゴロするんだ。なんか絶対入ってんだよ。なんか目の裏側になんか多分入ってんだ。まあ嫌ですよね、そういうのね。なかなか取れないんですよ、目に。異物が入ると、俺、なんか、そもそもドライアイなんで、それのせいなのか、全然取れない。ひどいと一週間ぐらいなんだね。全然取れなくてね。取れないっていうか、なんか、そもそも違和感があって、ずーっと、一週間ぐらい違和感があって、それのせいでちょっと、俺一回メイシャ行ったんですけどね。なんかおかしいっつってね。おかしいんでちょっと、なんとかしてくださいみたいな。それで、なんか良くなったような、良くなってないような。なんなんだかこれ。取れないんだよな。目に異物っていうのは。多分普通の人だったら多分涙が割と出るから取れるかもしんないけど、ドライアイの人間だと。やっぱね、涙の量が少ないから。いやでもまさか爆発すると思わんかったからな。思いっきり目にさ、入ってさ、もう、鏡の前でさ、こうさ、取り除いてさ、やったんだけど、黒いなんか物質が入ったんで、
大量に。これさ、結構レアらしいですね。どうやら。俺がよく見ているサイトの、ものすごいビールととか、こういうチューハイとか、ものすごく載ってるサイトがあるんですけど、ビール、発泡酒、チューハイの部屋っていう、なのかな。これ。うん。ビール、発泡酒、チューハイの部屋っていうサイト。これがすごいんだよ、この。情報量がさ、恐ろしいぐらいの情報量で。それを今見たんですけど、この人が2015年のつい最近ですね。最近の、1月4日にこの直球勝負のストロングのレモン、これではなくレモンを飲んでて、で、当時から探してたけど全く見つからず、もう諦めていたって書いてある。で、近所のローソンに突如として現れたって書いてあるね。で、その後に1月8日にこのグレープフルーツ味を飲んでるみたいですね。入手を諦めていたのにコンビニで偶然遭遇したって書いてあるね。直球勝負でググってみます。オエノングループ。これいろいろあるみたいですね。直球勝負のレモンと、グレープフルーツと梅と、ラムネと巨峰。そしてストロングのレモンと、グレープフルーツと、梅と、ライム。全部で9種類あるみたいです。が、全く見ません。うん。確かに俺もいろいろね、酒の種類は飲んでいきたいんで、甘味料のやつは除いてね。うん、珍しいやつも除くと、割と飲んでみたいんですけど、でもこの直球勝負はもういいな。ストロングを飲んで、このグレープフルーツ飲んだ感じで言うと、もう、あがんな、これは。まずいとしか言いようがないんでね。普通のレモンとグレープフルーツと梅と巨峰とラムネはちょっと飲みたいんですけど。ただ、一貫性どこにも売ってないのでどうしようもない。で、多分ここの、多分アマゾンとかでね、取り寄せる以外多分入手方法がないので、んな取り寄せた一ケースさ、一種類飲むためにさ、一ケース買わなきゃいけないって嫌だよね。だから多分この人もね、俺と同じですよね。種類はいろいろ飲みたいんだけど、もう一本か二本でいいわってなる。一本か二本飲めればもう、その一種類ね、いいですっていう感じなんだけど。とりあえず動画のネタにはなるからね。で、うん。こういうまずいのだともう、そんな一ケースもいらんってなるでしょ。だからな。ああ。うん。
で、このね、サイトの人はちゃんと、ね、レビューもしてて、まあ、俺みたいにこう、星で評価はしてないんですけど、まあ、かなりの文章で、こう、バーっと、いろいろどんな感じなのかっていうのも書き、アルコール度数と原材料も表記してますんで。まあ、暇な方はね、ビール、発泡酒、チューハイの部屋でググると幸せになれるかもしれないですよ。本当にすげえ飲んでるんだ、この人。一番桜も飲んでますね、先ほど。先ほど飲んだね、一番桜。これですけど。ちょっと読んでみましょう。グラスに注いだ液色は、しっかりめの黄金色。泡はきめ細かく、泡持ちもそこそこ。香りはやや抑えめではあるが、クリーンなホップ香に、モルトの甘いニュアンスが加わる。口当たりは爽快でクリア。しかし苦味もしっかりとあるので、実はそんなに軽い味ではない。じんわりと深い旨味が余韻として残るとか、ね、書いてあります。すごい。俺にはね、思い浮かばないような文章を、スラスラと書いてます。あれ、アルコール度数 5.5%? あれ、違う。これ 5%? 違うの？間違ってんじゃない？毎年中身は変わらないようである。冬の定番品としてすっかり定着している製品。なお、全国向けには、業務提携しているアサヒビールを通じて、アサヒオリオン一番桜が2月3日に発売予定となっている。あ、ってことはこれ違うんだな、これ。これは一応全国の全国展開している方のあれなんだ。ってことは、この人が飲んでるやつはおそらく、沖縄県の方の、あれなんだね。確か違うんですよ、これ。うん。これね、作ってる場所が多分違うんじゃないかな。本州とあれとでね。沖縄とでは多分違う。まあ、いいや。ああ、まずい。ああ、これはまずい。何度も言うけどまずいわ。ああ、まったる。ああ、まったる。ああ、まったる、ああ、まったる。あ！ん？あ、やっぱりそうだ。この人、こっちも、あれ、ちゃんとやってるわ。すごいな、この人。わざわざ沖縄県のやつも取り寄せて、のか何なのか知らないけど。本州の一番桜までこれ、あれレビューしてるわ。恐ろしいな。どうなっとるんだ、この人。おい、アルコール度数が違うんだわ、0.5%。こっちはちゃんと 5% って書いてある。アサヒオリオン一番桜。はぁ。沖縄初季節限定生ビール。毎年この時期の恒例となっている季節限定ビール一番桜。当初はオリオンビールが通常の販売エリア、過去沖縄県、及び美ら海郡。これな、美ら海郡っていいの？ちょっとわかんない。これなんとか郡地区のみで売ってたものだが、2009年からアサヒビールが全国に向けてアサヒオリオン一番桜として販売するようになった。今年で7シーズン目となるが、今年の発売日は、あさっての2月3日である。毎年、オリオン社のオリジナルの一番桜の方は、前年中に、
出ることになっており、今回は昨年11月11日の発売であった。中身は同じだが、一応レビューしておく。いや、多分違うぞ、これ。あとアルコール度数 5% で、あっち 5.5% なんだもん。へぇ、度数違うんだ。はぁ。あっちのオリオンビールとこっちのオリオンビールだとアルコール度数が 0.5% 違うんですね。なかなか、ねえ、そっちの方って、本州で出てる方、だいたいオリオンビール自体、本州でほとんど見ない。ほとんど見ないよね。からね。うん。珍しいは珍しいよね。普通の普通のオリオンビールは、うん。麦芽とホップと米とコーンとスターチ。ほとんどあれですね。アサヒのスーパードライみたいな感じですね。まあ、多分オリオンビールはあんまり俺好きじゃない。味が薄いんで。まあ多分この人もね、これと同じくかなり真新しいもの好きの人間だと思うんで、まあね、本当に新しいものを見るとついね買っちゃいたくなるんですけど、だってこの人すごいんだよ、本当に。パッケージ違いのやつも全部レビューしてるからね。もうほとんど図鑑だよね。チューハイとビール図鑑に、図鑑だよね、これ。その歴史だよね、ほとんど、ね。もう何年前も、10年前ぐらいから多分これ、ずっと多分やってるけど。この人。だってもう今、もう4500とか超えてるもん。レビュー数。ちゃんとパッケージの絵も表示して、さらにね、コップに注いだ、ところの画像まで用意してる。丁寧さだから。すごすぎるわ。わざわざスーパードライのスペシャルパッケージが今売ってる、桜の色のさ、スーパードライとかも。もう全部これ、ほとんど網羅してるよ、この人。本当に。だからこの人が入手できない、チューハイとかっていうのは、これ、いわゆるこの直球勝負の、なんか通常版みたいなやつとか、もう激レアの域を超えてるレベルのレアですね。うん。だから、おそらくそういうことなんです。あ、そうそう、リスナーさんから聞いたんだけど、関係ない話するけど。淡麗の、違う、キリン淡麗生が、極上生に変わったらしくて、淡麗極上生っていうのに変わったらしくてですね。で、そうだ、俺ちょっと買いたいんだ。もう全部変わったから、リスナーさんがね、飲み比べしたいんだけど、変わってるやつばっかりだから、極上生ばっかりだから、もう、比較のしようがないから、今のうち売ってたら買っといた方がいいよって、ね、ニコニコ生放送やってた時に言われたんで、これはぜひ買っときたい。買っときたいですね。従来品からさらに力強さが加わり、飲み応えは増した。へぇ。この人がこれ飲んでますけども。
キリン淡麗が新しくなった2月中旬製造分からのリニューアルである。今回はフルリニューアルと銘打たれている。名前も変わり、極上の名前がついた。グラスに注いだ液色は、割としっかりめの黄金色。泡は粗く、泡持ちはあまり良くない。香りの基本は従来と変わらない。引き締まった、抑制的なホップ香が効き、やや金属的な印象は、例えばアサヒスーパードラインなどにも似ている。発泡酒特有の臭みは、従来品よりは少し弱まったかもしれない。口当たりは結構重たい。強い苦味がぐっと押してきて、その後モルトの甘み、旨味がじんわり広がる。最初のパンチに比べ、コクは乏しいものの、逆に言えばコク不足の点だけがビールに比べて物足りないところであって、それ以下に不足はない。後味も非常にクリアである。はぁ、あ。こんな文章がスラスラーっと書かれてますか。何を言ってるか俺個人的にわからないわ。もうすごすぎて。もうついていけないよね。あまりにも。達筆すぎてね。ということでもう、やっていきますけども。ああ、これ甘い。甘い。の香りがまあ微妙。これはまずいので飲まないです。飲まない方がいいです。2432です。ご視聴ありがとうございました。